おはようございます。2月24日金曜日です。同じ話を聞いても人それぞれに異なる見方ができるものだ。朝日新聞の名物短文コラム「素粒子」。2月22日夕刊には2年目を迎え、アメリカとロシアの大統領演説を聞く。しかし依然として停戦の兆しは見えず、この現実は苦々しいものだと書かれていた。周りにはへそ曲がりの先輩や同僚が多く、彼らはプーチン、ロシア大統領の年次教書演説を弱さの表れだと考えた。演説にはほとんど事実がなく、米欧がロシアを永遠に滅ぼそうとしていると述べ、侵略を祖国防衛にすり替えた。バイデン米大統領はウクライナの首都キーウを初訪問した後、ポーランドのワルシャワで演説し、ロシアの侵略を人道に対する罪と批判し、独裁者の欲望に譲歩することはできないと述べた。しかし、どちらもどち論がまだ存在し、ウクライナの人々から目を背け、支援する米欧も悪いと考える人々もいる。小説「崩壊の森」森本義正著では、世界には自分の足で立ち、目で見て肌で感じなければわからないことがたくさんあるという言葉が登場する。この小説は1980年代後半からソ連崩壊前夜を描いており、主人公はモスクワへの赴任前に外信部長からこの言葉を託された。主人公のモデルは産経新聞の元特派員である斎藤勉氏であり、プーチン氏の演説において弱さを見た先輩の一人として書かれている。へそ曲がりというよりも肌で感じた経験に基づく自然な指摘だろう。本誌の連載「ウクライナとともに未来への戦い」は、同国の人々がこの侵略戦争で敗北すれば、ウクライナという国家もウクライナ人のアイデンティティも消えるという認識を持っていることを伝えている。ロシアの侵略が1年を経過した今こそ、この思いを共有し胸に刻んでいきたい。要約として、朝日新聞の短文コラム「素粒子」はにはアメリカとロシアの大統領演説を聞いた著者が、停戦の兆しは見えない現実に苦悩すると書かれていた。プーチン、ロシア大統領の演説にはへそ曲がりの先輩や同僚から弱さの表れと見られるものがあった。バイデン米大統領はウクライナの侵略を非難し、ウクライナの人々が自分たちの国家とアイデンティティを守るために戦うことを認識していると伝えられている。小説「崩壊の森」では現実を肌で感じることが重要であるという言葉が登場する。ロシアの侵略が続く中、ウクライナ人たちの思いを共有する必要がある。
2月24日金曜日、アメリカとロシアの演説に対する異なる見方とウクライナ戦略の現状とを話しました。今日から産経妙をちょっと見直して私なりに書いてみました。以上です。